皆さんこんにちは。神話の旅歴史の散歩道へようこそ。さあ、以前ですね、ジュール・ベルヌの月面旅行、これをご紹介したところ、たくさんの反響をいただきました。まあ、その中で他の SF 作品も紹介してくれないかという声がありましたので、今回お答えしたいと思います。そんなわけで、今回ご紹介するのは、ハーバート・ジョージ・ベルズによって書かれた、宇宙戦争です。これはですね、1898年に出版された小説で、20世紀初めのイギリスを舞台とした作品です。まあ、ジュール・ベルヌの月面旅行というのが、まあ、月に向かってこう砲弾を飛ばすという、大砲クラブたちの、挑戦を描いた物語で、まあ、言ってみればこの人類の英知だったりとか、この人類の冒険心、この未来への明るい展望みたいなのが描かれた作品だったんです。まあ、それに対して今回ご紹介するこの宇宙戦争はですね、逆に宇宙から地球にやってくる、未知との戦い、未知への恐怖というものが描かれているんですね。というわけで早速今回ご紹介していきたいと思います。さあ、まずですね、1894年に火星でですね、何らかのこう爆発のようなものが起きているというのが観測されるんですね。まあ、これはですね、現実世界でも実際に起きたことみたいで、1894年に確かにこう火星で何か不可解なこう光が観測されたらしいんですね。でこれはネイチャー誌にも掲載されているんです。で、この不可解な爆発というのは1回だけで終わりではなくて、1日ごとに10回にわたって繰り返されたんです。さあ、それからしばらくして主人公の住む町の近くにこう隕石が落ちてきたという知らせが届きました。まあ、この主人公というのはですね、イギリス人の男性で、作家なんですね。で、この隕石が落ちた、まあ、珍しいということでこう見に行くわけなんですね。もうすでにこうたくさん野次馬が集まっているわけなんですけども、そこにあるのは、こう円筒形、まあ、円の筒のような形をした隕石だったんですね。ただこの隕石、ただの隕石じゃなくて、よく見るとゆっくりこうくる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 回転してるんですね。これはなんだ、人工物じゃないか。こうなるわけなんですね。で、主人公はですね、この火星での光というのを天文学者と一緒に見てたんですね。なので、この火星の光と今落ちてきたこの隕石、円筒型のものというものをこう結びつけて、これが火星から来たものではないかというふうに仮説を立てるんですね。火星から来て、しかも人工物ということは、この中に火星人が乗ってるんじゃないかと思うわけなんですね。で、ついにこの円筒形のものがだんだん熱が冷めてくると扉が開かれるんですね。で、そこから出てきたのは、人間とは似ても似つかないグロテスクな姿をしたものだったんですね。まあ、頭はですね、直径 1.2 メートルもあるこのまん丸な形でですね、大きな目と、もう切り込みの入ったような口、そしてこの頭の部分から直接たくさんの触手が生えているんですね。で、この生き物はですね、後に明かされるんですけども、臓器は巨大な脳と心臓と肺しか持っていないという生き物だったんですね。まあ、この姿を見て、このあまりにグロテスクな姿に、もう集まっていた野獣馬たちからうわーっとこう悲鳴が上がるんですね。ただ明らかに知的生命体なんですよ。まあ、この宇宙を越えて火星からはるばるやってきたということで、知的生命体ならば、こう交渉ができる、まあ、話し合いができるんじゃないかということで、一部の人々がですね、この白旗を持って火星人たちに近づいていくんですね。すると、この円筒が落ちた、この火星人たちの乗り物が落ちた周りにこの穴ができてたんですけども、この穴の中からなんかこう緑色の光がパッと光るんですね。すると、そこからこうレーザービームが放たれて、なんとその交渉に向かっていた人たちがもうたちまち焼き尽くされてしまうんですね。で、さらにこのレーザービームは野獣馬たちの方にも飛んで、たくさんの死者が出るんです。で、これを見た主人公はですね、やばいということでバーッと逃げ出して、なんとか家にたどり着くんですね。家にたどり着いた主人公はですね、ここにいてはやばいということで、妻と一緒にこの町を出ることにするんですね。で、そのために町に行って馬車を借りに行くと。で、その馬車の持ち主はですね、まだその火星人の恐怖、脅威というものを知らないので、まあ、心よくこう馬車を貸してくれるんですね。で、主人公はその馬車に乗って自分のいとこがいる町までこう行くんですね。まあ、そこまでは特に何もなくたどり着くことができたわけなんですけども、まあ、主人公はですね、この馬車を返すためにまた自分の町に戻ることになるんですね。で、妻はその自分のいとこの上に預けて、自分だけその馬車に乗って行くわけなんです。ところが、この帰り道で恐ろしいものを見るんですね。
この火星人というのは確かに知的生命体だ、ただ地球上を素早く動くようなことはできないだろうというのが、当初人類が抱いていた見解だったんですね。まあ、なぜかと言いますと、火星というのはこう地球よりも小さい、だから重力も小さい、そして空気も薄いということで、地球のこの強い重力、大きな重力のもとで、しかもこの濃い空気のもとでは火星人は満足に動けないだろうという見解だったんですね。ところが火星人はその優れた頭脳、優れた技術を生かして、なんとですね、三本足で歩き回る巨大なロボットを作り上げていたんですね。で、主人公はですね、これを見てしまうんです。で、この巨大な機械はトライポッドと、この作品では呼ばれているんですけども、このトライポッドはですね、一機だけじゃないんですね。このトライポッドが現れたのを見て、主人公も気が動転してしまって、馬車の操作をミスってしまって、馬車をここで失ってしまうんです。こうなんとか歩いたり張ったりして、こう家の方に向かっていくわけなんですが、この途中でですね、死体を見つけるんですね。人間の死体、これはなんだということで、こうバッと見ると、なんとあの馬車を貸してくれた人だったんです、ね、主人公はですね、何が起きてるんだということで、こう行くわけ、自分の家にまで向かっていくわけなんですね。まあ、火星人たちが最初にたどり着いたのは、その自分の家の近くだったので、そこまで行けば何かわかるかもしれないということで行ったんですね。するとですね、窓の外からは巨大なトライポッドがこう見えてるんですね、遠くの方に。で、こう見ていると、家の庭の中に誰かがこう入ってくるんですね。で、その男をこう家に招き入れると、彼はですね、自分は砲兵隊の生き残りだというわけなんですね。円筒型のこの宇宙船、まあ、火星人たちの宇宙船に対して、宇宙船がですね、こう危険なものだということが分かったので、軍隊が出動して、砲兵隊たちがこう攻撃を仕掛けていたんですね。ところが、やはりあのレーザービームにはかなわず、砲兵隊は自分を残して全滅してしまったのだと、その男は言うわけなんですね。で、主人公はあの妻のいる、そのいとこが住んでいる町まで行きたいと。で、砲兵隊は他の部隊がいるところまで行きたいということで、こう一緒に旅をしていくことになるわけなんですね。で、まあ、この砲兵隊の兵士というのは、サバイバル技術にも優れていますので、まあ、あのしっかりと食べ物を持っていこうということで、こう一緒に旅をしていくわけなんです。で、とある軍隊の駐屯基地にたどり着くんですね。ところがここにあのトライポッドがやってくるんですね。しかも5機もやってくるんです、ね、もうそこの駐屯地の周りにはたくさんの、ね、住民とか避難民もいたんですけども、もうこれを見てうわーっと逃げ出すわけなんですね。このレーザービームがこう放たれていくと、主人公はやばい、水の中に飛び込めということで、バーッとその川の中に飛び込むんですね。で、川ももちろんこのレーザービームを食らって、このまあ湯だるような暑さになってしまうんですけど、まあ、あの一瞬で焼け死ぬよりは多少火傷を負ったとしても生き延びた方がいいということで、主人公はそういう判断をするわけなんですね。で、この現れた5機のトライポッドに対して、もちろん軍隊もこう対抗するわけなんですね。もう大砲バンバン放って攻撃する。まあ、その代わり火星人たちの攻撃も食らっていくと。ただですね、この砲兵隊の活躍によって、なんとトライポッドが1機撃破されるんですね。あの無敵にも思えたあのトライポッド、火星人たちの巨大な乗り物が倒せない相手ではないということがここでわかるんですね。で、主人公はもともと一緒に旅をしていたその砲兵の男とここではぐれてしまうんですけども、そこで新たな旅の道連れに出会うんですね。これが、まあ、あの牧師補、まあ、そのメインの牧師さんの、まあ、補佐をするような、まあ、その聖職者の一人なんですけど、この人はですね、ちょっとこの火星人の襲来でおかしくなってしまっていて、これは天の裁きだ、天の罰だ、神様からの罰だみたいな感じになっちゃってるんですね。まあ、ただこの人と一緒に旅をしていくことになるわけなんですね。ただですね、この途中で2人は恐ろしいものを見るんですね。それが火星人の新しい武器でした。火星人の巨大機械のですね、トライポッドはこうまたですね、筒みたいなものを持って、それをバーンと放つんですね。そこから放たれた砲弾はですね、上空でバーンと爆発すると黒い煙をこう撒き散らすんですね。で、それが何なのかと言いますと、毒ガスなんですね。この黒い煙から生じるこの黒い微細な粒子、これを吸い込んだ人間は窒息して苦しみながら死んでしまうんですね。火星人たちはですね、自分たちの仲間が一気にやられたのを見て、地球上の軍隊というのも脅威だと思うわけなんですね。なので軍隊が隠れていそうな場所にこれを放って、そこに隠れている軍隊とか、
あとはですね、ちょっとその主要な町みたいなところに放って、そこの人々をこの毒ガスで殺していくんです。で、自分たちはこの毒ガスの被害を受けないように、蒸気をこう放って、毒ガスを浄化するんですね。レーザービームと毒ガス、そして巨大なトライポッド。これを持った火星人たちが人類に襲いかかってくるわけです。さあ、ここでですね、一旦視点がその主人公の弟に移るんですね。この主人公の弟はですね、ロンドンに住んでいるんですけど、なんかこう隕石が落ちてきて、しかもその火星人たちがこう来ていると。で、さらにそれがですね、自分の兄の家の近くだということを知るわけなんですね。で、お兄さん大丈夫かなということで様子を見に行こうとするんですけど、そちらに向かう方面の電車というのがもう動いてないんですね。鉄道が動いてないんですね。で、弟は、やむなくロンドン、自分の家に引き返してくるわけなんですけども、ここがね、すごくリアルだなと思うのは、火星人がやってきたというニュースはもちろん届いてるんですけど、ロンドンの人たちはまだそれをそんな深刻に捉えていないんですね。あ、なんかそういうことが起きてるのか、ということで、普段通りの生活を送ってるんですね。これなんか実際ありそうだなと思って、例えば日本にこのどっかの国がこう戦争を仕掛けてきた、侵略してきたといっても、自分が住んでいる場所からこう遠く離れた地域への侵略だとすると、多分そんなに現実のものとしてすぐには受け入れないんじゃないかと思うんですね。もうそれこそこう目の前に脅威が迫ってこないと、人間はそんな危機感を感じないんじゃないか。特にこの平和になれた日本だとそうなんじゃないかなと思うわけなんですね。ところがですね、やはりこの火星人というのがですね、このトライポッドでだんだんと迫ってくると、さらにこう毒ガス攻撃まで仕掛けてきた。それがロンドンに迫ってくると、もう人々はもう大混乱状態になるんですね。やばい、早く逃げなきゃということで、うわーっと避難を開始するんですね。で、この主人公の弟もですね、その中にこう紛れてというか、その群衆たちと一緒にこう避難をしていくことになるわけです。で、その途中でこの主人公の弟は2人の女性がですね、暴漢たちに襲われているところに出会うんですね。で、この主人公の弟、なかなかこうボクシングとか強いんで、この暴漢たちを全部追い払うとですね、その2人の女性が乗っていた馬車に一緒に乗せてもらうんですね。で、この2人の女性というのがですね、エルフィンストーンという医師の奥さんと、そのエルフィンストーンの妹の2人だった、義理の姉妹だったんですね。で、この奥さんの方はこの暴漢たちに襲われても、ずっと悲鳴を上げ続けているだけという女性なんですけど、この妹の方はですね、すごく勇敢な人物として描かれています。で、主人公の弟はですね、この二人の女性と一緒にこう旅をしていくわけなんですけども、この群衆たちがこうイギリス国内の各地にこう逃げていこうとする。火星人から離れていく方向に向かってこう逃げていこうとするわけなんですけども、主人公の弟はイギリス国内で逃げても意味がないと。だから海外に逃げなきゃいけないんだということで、海岸を目指していくんですね。で、なんでこの群衆たちの、避難しているところもは、ものすごい数の群衆がこう避難しているところをこう横切らなきゃいけないような場面もあったりして、こう海に向かっていくんですね。で、なんとか海にたどり着いて、海の上をこう走っていた船に乗り込むことができるんです。この船というのも、稼ぎ時だということで、かなり法外な値段をこう提示してくるんですけど、それでもちょっと乗らざるを得ないと。乗らないと死んじゃいますので、ということでこの料金を払って、この船に乗るわけなんです。でも、たくさんの船が、同じような船が避難してるんですね。ところがそこに、またトライポッドが3機現れたんですね。で、このトライポッドはですね、避難民を満載した船を追って、海の中まで入ってくるんですね。で、この主人公の弟が乗った船は、だいぶこう逃げてるんですけど、こう船の一部はですね、だいぶこう迫られてしまうんですね。で、そこにですね、海軍の駆逐艦が現れるんですね。この駆逐艦はですね、勇敢にもこのトライポッドに向かって進んでいってですね、このレーザービームをかいくぐりながら進んでいくんですね。そして、一斉砲撃でこのトライポッドの一体を、撃破することに成功するんですね。で、もう一機の方にこう向かっていくと、このレーザービームがですね、今度はこの駆逐艦にぶつかってしまうんですね。で、この駆逐艦はですね、もう船体焼けただれてるんですね。ただもう勇敢なその兵士たちは、海軍の兵士たちはですね、このトライポッドに向かって突っ込んでいくと、自爆攻撃の形でトライポッドにこうぶつかって、2機目を撃破するんですね。なんと駆逐艦1隻で、この脅威だったトライポッドを2機も撃破するという戦果を挙げたんですね。で、3機目はですね、これを見て、その場を立ち去っていきました。
でこの駆逐艦の活躍もあって、まあ、その主人公の弟をはじめとする人々は海外に逃れることができました。さあここで、視点はですね、主人公の弟から再び主人公に移ります。でこの牧師法の男と一緒にですね避難している主人公だったんですけど、まあ、結構いろんな家にこう忍び込んで食料を手に入れて、こう旅をするということを続けてたんですね。まあ奇跡みたいなことをやってるわけなんですけど、こんな事態なのでその倫理観とかそんなこと言ってられないと、こう旅を続けていくわけなんですけども、でとある家でこう食料をこう食べながらでゆっくりとこう休んでいると、外からものすごい衝撃と音がこうしたんですね。で最初主人公はですね、あの巨大なトライポッドがこう倒れてきたんじゃないかと思うわけなんですけども、実はその衝撃の正体はですね、あの円筒、火星人たちが乗った宇宙船が落ちてきた音だったんですね。でこの火星人たちが乗った宇宙船というのはですね、すでに4つイギリス各地にこう落ちていて、今回落ちてきたのは5番目の円筒なんですね。でこの落ちてきた火星人たちの乗り物によってこう土砂がこう撒き散らされて、その撒き散らされた土砂で主人公たちが隠れていた家がこう押しつぶされてしまうんですね。外を覗けるような穴はあるんですけど、外にはもちろん火星人たちがいると。なので主人公たちはここに閉じ込められてしまったんですね。で主人公はですね、そこからここに2週間閉じ込められてしまうんですね。でこの覗き穴からですね、こう火星人たちの様子を伺うんですね。するとこの火星人に関していろいろなことが分かってくるんですね。まず火星人たちはですね、宇宙を越えてやってきたということ、そしてあの巨大なトライポッドをですね、こう自在に操るということから分かる通りに、まあ、すごく技術力、科学力に優れた知的生命体なんですね。でこの彼らの使う機械はこの巨大なトライポッドだけじゃなくて、まあ、穴を掘る機械だったりとか、あとこの土くれの中からこの成分を生成してアルミニウムを作り出すような機械も持ってたりするんですね。でこのトライポッドもそうなんですけど、まあ一種のパワードスーツみたいな形で描かれているんです。まあ、そんな風に、知的に優れた火星人なんですけど、主人公は恐ろしいものも見てしまうんですね。途中ですね、主人公は火星人たちが逃げ惑う人間をこう捕まえて、そのトライポッドの後ろにある筒にこう入れていくっていうところも見ていたんですね。で人間をなぜ捕らえていたか、その目的も明らかになるんですね。まあ、最初の方で火星人たちは、まあ、その巨大な脳みそと、肺と心臓しか持っていないという話をしたんですけど、なんで他の臓器が必要ないか、まあ、人間はですね、あの胃とか腸とか、まあ、あのその消化のため の, この臓器をたくさん持っているんですけど、火星人はそういったものを一切持っていないというのも退化しているんですね。なぜかというと、火星人たちは栄養を得るのに生き物の生き血を直接こう自分に入れると、注射するという方法をとっているんですね。で特に火星人たちが好むのはですね、人間の血なんですね。え、火星には人間いないじゃん、なんで人間好むのということなんですけど、まあ、火星にもですね、なんか二足歩行の動物がいるらしいんですね。まあ、人間なのか猿なのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、かなり脆い体つきをしているって、あの弱い筋肉と、まあ、脆い骨を持っているので、まあ、地球じゃとても生きられないような生物なんですけど、火星人はですね、自分たちの食料用としてその筒の中に何体かそういった生き物を入れてきていた。でそれがですね、後々こう見つかることになるわけなんですけど、それにその自分たちの食料によく似た生き物ということで、人間の生き血というのをすごく好んでいるわけなんですね。なので捕らえてきた人間の血を注射針でジューッとすすって、それをこう自分たちに注射して栄養を得るという方法をとっているんですね。まあそこで主人公はですね、絶対に火星人に捕まりたくないと思うわけなんですね。ただこの一緒にいたその牧師法の男がですね、まあ、最初からちょっとおかしいんですけども、もうここに閉じ込められてる間にもうどんどん精神的に壊れていってしまうんですね。で貴重な食料もこうバクバク食べてしまったりと。で主人公はこれ貴重だからもうそんな食べるなってことで止めてるんですけど、そうするとその牧師法の男はですね、食料くれないと大声を出して火星人たちに気づかせてやるぞと脅してくるわけなんですね。でまあ、なんとかそれを、まあ、主人公はですね、こう殴ったりとか、まあ、なだめすかしたりとかしながら抑えてたんですけど、もうついにこう手がつけられない状態になってしまうんですね。で、まあ、取っ組み合いの末、主人公はその牧師法の男をこう気絶させてしまうんですね。するとその取っ組み合いの物音で火星人たちに気づかれてしまう。